俺の表情見ろっていう、ね、感情ね。見てた見てないけど、やっぱりでも日本人の方々がそうやってね活躍するのは嬉しいなって思った。やっとみんなが堀江選手の魅力に気づいたね。知らんけど、まあ別に俺は俺けんね。気づかれようと気づかれんとこうと俺は俺やけんね。そんなね、どがんちゃいいこともないけどね。別に俺みんなに好かれたくってね、そういうことしよるわけじゃないけんね。まあみんな好き勝手にしようぜ。今日ドワンがテレビ出たって夜勤がこそなんかめっちゃなんか今日ドワンドワン言われるな思ったら、ドワン選手よりもイケメンよってね。そう、俺前のインスタライブで見たけどね、似たくないって言ったもんね。なんか全然嬉しくない。でも似とるって言われるもんはね、似とるちゃうな。でも彼も人気みたいでね、その後に知ったことがね。佐藤大輔は嫌いですか？うん、むしろ俺はね、あの人は好きやね。てか俺あのフューチャーなんとかね、なんとかフューチャーボーイって決められたのね。俺ね、佐藤大輔さんが決めたってことはね、俺知らないんだっちゃ。ただ俺佐藤大輔さんとあの日一番最初会った時にね、決めたのは俺です、俺だよってよろしくんが、いやあれはムカつきましたよっていうのから始まったもん。俺んちの実家で待ち合わせしてた頃ね。入れてる堀江さんも好きです。ありがとう。それが人間やの。ライコンで大好きになりました。 DM もめっちゃ来たね。めっちゃ来た。本当佐藤映像さんに、佐藤映像会社さんにはもう本当に感謝や。なんか俺の魅力をねしっかりこう伝えてくれてるような感じがする。いつもライコンとかもマジかっこいいもんね。俺が乗る前からもう それはもう伝えよったことだし、分かってることではあるけどさ、怪我とかないですか？大丈夫。やっぱなんかこの人数が増えてからね、なんか分かりきったようなことが多いね。なんかオナニーはありますかとかさ、そんな別に俺ね、みんな見よったら分かるもんな。でもしょうがないな、新しいファンの人たちが増えたってことか。オナニーなんか当たり前するさ。ただ試合が決まってから2週間切ってからしないね。そう、俺のルールでね。
男だけど愛していいですか。そんな人のことや、別に別に愛せばいい。勝手に一方的に愛すもん、そんな人の勝手やん。別に俺別に芸の人とかはさ、別にね、その人も勝手やんね。ただ芸とかってね、俺のこと決めつけてくるやつがおるやつに関しては俺説明したろうって思ってからムカつくけどね。うん、とかなんかその芸の人からそのなんか DM が来たりとかね、はムカつくね。目先の幸せでお前ぶっ飛ばすことになるれって思ったりするけどね。目先の幸せね、実際せんけどね、うん、調子はいいですか。うん、過去一位、過去一位。誰か買ったら牛をプレゼントしてあげてはい、牛ね。堂安選手よりも広江選手に似てると思います。広江選手にも、そう、広江君にもね、俺似てるってね前言われたけどね、最近は久々やったね。キャラ僕に対して恐怖心ありますか。いや、それ誰に対してもそうやけどね。俺あのつい最近ツイッターに書いてたろ、それ読んだがいいよ。何の車乗ってますか。いや、何の車も乗ってない。免許もなくなった。200人超えた。まあ俺はずっと変わらんけどね。俺の好き勝手してやるわ。さんがオナニーするわけないですよ。いやいや、そんなオナニーなんかしょっちゅうするわ。当たり前だ、そんな。ただね、試合前になってきたらね、性欲なくなるっちゃうな、俺な。女なんかどがんちゃいってなるっすね。もう自分のことだけで精一杯よ。俺そんなっちゃうな、なんか。ルイシュに心配してないけねーなんてお前ら言うけどさ、俺あの時の映像で言ったろ、聞かんって。わかるか、俺も大人ぞ。お前らと違うっすさ、俺子供じゃないっすさ、俺は大人っすさ。
黙っとけもんやろ。やっぱなんか人数が増えれば増えるほどバカのお金。本当に。バカばっかや世の中。お、ギョマくんだ。へい、ギョマ。バカの多くて俺全部今読んでない。なんか人の多く、うわ冬っぽいするのね。ガーって飛ばしよる珍しく。今までだったらねこんな人の多くなかったけんが読みあったけど、今とりあえずはなんか飛ばしよる。確かに増えてきたね、なんかね。でもなんか今日のインスタライブつまらん、本当に。格闘技剣のね、まあ俺格闘家やけんしょうがないけどね。つまらんつまらん。まあ適当に切りたいと思ったら切ってやる。お、レモンステーキ好きば。時代屋のやつね、特にね。